Hello guys, こんにちは皆さん。今回はこんなものを用意しました。ボーン。これは木の台ですね。木の台を買ってきました。で、これをどうするかというと、これをバスキングライト、あ、ちょっと間違えた、バスキングスポットを作るのに使いたいと思います。暖かいですね。今回の動画はこの上に何かを置いてバスキングスポットを作っていこうと思うんですが、置くものによって温度とか変わると思うんでね、どんなものが一番いいのかっていうのを、探してみようかなっていう動画です。はい、では今回比較する予定のものの素材を紹介していきます。まず木ですね。厚さはこのぐらいの厚さです。そこら辺によくある木ですね。はい、そしてスレートプレートです。これはあれですね、そこら辺の100均で買ってきました。200円で。何やらキラキラしていますね。ここにもありました。綺麗ですね。はい、そして次はこれ単価コルクボードですね。そこら辺に落ちてました。嘘です。まあ木とあんまり変わらないのかなと思ったんですけど、今回用意できるものがあまりなかったので、はい、比較対象はあった方がいいかなと思って、はい、はい、そして最後はですね、溶岩プレートです。はい、泡の少ないタイプを買いました。思ったよりも色が白いですね。よく溶岩プレートは普通の石とかよりも温度が高くなると言われるので、まあ本当なのかなと思って、検証していきたいと思います。では次は条件の紹介をします。まず使っているバスキングライトはこれですね。バリウムバスキングスポット 100W。 これはポゴナクラブさんから出ている 100W のバスキングライトです。で、バスキングスライトからその台までの距離を測りますね。バスキングスポット直下約 37cm ですね。 37cm のところの温度を測ることになります。はい、で今回はそれぞれの用意した素材を30分ごとに温度を計測して、合計90分温度を測っていこうかなと思っています。ちなみにただいまの室温は 21.2 度ですね。さっきまでは20度台だったんですけど、まあ、エアコンを設定しているのでだいたい温度は20度から21度くらいで変化はあまりないと思います。まずは木からですね。まあここも木なんてあまり変わらないかもしれませんが、とりあえずバスキングスポットの、バスキングライトの真下ですね。バスキングライトの真下に置いて、とりあえず30分置いたら温度を測って、30分置いたら温度を測ってという感じにしていきたいと思います。触ってみた感じは、ほんのり冷たいかなっていう感じです。はい、では30分後。はい、では30分が経ちました。温度を見てみようと思います。あ、思ってたよりも高いですね。40度です。30分経った今40度になりました。触ってみようと思います。ほんのりあったかいですね。柔らかい温かさです。ではもう30分測っていこうと思います。はい、では60分が経過しました。温度は40.5 度です。だいぶ暖かくなっていますね。はい、ではちょっと触ってみようと思います。はい、ふんわりと暖かいですね。中心は暖かくて外側は少しぬるいような感じがします。先ほどとの違いはあまりわからないですね。ではまた30分後。はい、現在90分経ちました。温度は 39.4 度ですね。さっきよりも若干下がっています。なので
ので多分このぐらいがあれですね、温度の上昇の限界値ですね。同じように暖かいです。はい、では次はそこら辺の100均で買ったスレートプレートです。この通りものすごく薄いですね。5ミリぐらいでしょうか、厚さで。裏側にはクッションがついてます。見えますか。はい、クッションがついています。おそらく黒いのでね、熱をたくさん吸収してくれるんではないでしょうか。それでは置いていきます。はい、こんな感じで、あ、この方がいいかな、こっちの方が良さそうですね。はい、ではこんな感じで温度計を置いて30分、まずは30分見てみようと思います。今30分が経過しました。スレッドプレートです。今は 42.2 度、木よりも高い、木よりも温度が高いですね。少しちょっと触ってみます。あ、熱いですね。木の時は多分こことかと同じぐらいなんですけど、木の時はあまりほんのり暖かいぐらいだったんですね。スレッドプレートは石だからか、触った瞬間にあ、ちょっと熱いなっていうのがあります。真ん中は、はい、触ってみると結構熱いですね。ここら辺、この端っこら辺で木の真ん中と同じぐらいですね。でも それでも木よりは暖かく感じます。はい、ではスレッドプレート60分経過しました。温度は今 44.4 度ですね。さっきよりも多少高くなっています。木に比べるとだいぶ高いですね。4度ぐらい高くなっています。触ってみます。やっぱりこの真ん中のゾーンは触った瞬間にちょっと熱いなっていうのはありますね。だいぶ暖かいです。今5秒間ぐらい手を置いてみたんですけど、やっぱり結構熱いですね。はい、ではまた30分。それでは90分が経ちました。温度の方は 43.6 度です。スレッドプレートはこのぐらいが限界のようです。だいたい43から44度ですね。はい、触った感じは木よりもだいぶ熱いです。はい、では次は炭化コルクボードを置いてみました。まあ、やる意味があるかないかは別として、とりあえずやってみます。炭化コルクを置いてから30分が経ちました。温度は44度、高いですね。予想とはちょっと違ってびっくりしています。木なのでそんなに高くならないかなと思ったんですけど、やっぱり色なんでしょうか。色が暗い色だから高くなってるのかもしれません。触ってみた感じはですね、最初にやった木よりも暖かいですね。でもスレッドプレートのような触った瞬間に熱っとなる感じではないですね。はい、もしかしたらこれはものすごくいいかもしれません。ではもう30分置いていこうと思います。炭化コルクボードを置いて1時間が経ちました。はい、では温度は44.3 度です。あまり変わっていませんね。ただもう限界まで温度が上がりきったのではないかなと思います。はい、暖かいですね。はい、炭化コルクボードを置いてから90分が経ちました。温度は 44.8 度。はい、この90分間では一番高いですね。相変わらずいい感じの暖かさです。では最後にですね、こちらの溶岩プレート、溶岩板で試していきたいと思います。
これは結構、はい、暖かくなると評判なので期待大です。2枚あるのでね、2枚置いてみました、横に並べて。では、これで温度を測っていきたいと思います。はい、溶岩プレートを置いて30分が経ちました。温度はちょっと低いですね、36.2 度。他の材料と比べて溶岩プレートは30分時点では暖かくないですね、温度が低いです。少し触ってみます。でも冷たくはないですね、ほんのり暖かい感じです。一番最初の木の感じに似ていますね。もっと熱くなるかなと思っていたんですけど、厚みがある分温まるのも遅いんでしょうか。はい、30分時点で溶岩プレートは 36.3 度ですね。36度になりました。ではまた30分後。はい、溶岩プレートを置いて60分が経ちました。温度はちょうど40度ですね。溶岩プレートあれですね、あまり思ったほど温度高くなりませんね。溶岩プレートさん調子が悪いんでしょうか。ちょっと触ってみます。はい、暖かいですね。で40度なんですけど、触った感じは木よりも暖かく感じます。はい、でも思ったよりも温度が上がっていなくてびっくりですね。まだこれから上がるんでしょうか、それとも、40度ぐらいが限界なんでしょうか。様子見ようと思います。90分が経ちました。温度はこんな感じです、41.5 度。やっぱり思ったより高くならないですね。まだまだ上がる途中なんでしょうか。でもさっきからあまり温度が1度ぐらいしか上がっていないので、これ以上はあまり上がらなそうですね。ちょっと意外です。では触ってみます。普通に暖かいですね、熱いという感じではないです。はい、以上でバスキングスポットに使うかもしれない素材の温度実験は終わりです。結果はこんな感じでした。グラフで表したらこんな感じです。で、実はこの後最後に溶岩プレートを実験したので、そのまんまにしておいたんですね。そしたら温度がどん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 上がっていってですね、画像では 46.3 度だったんですけど、最高で47度を超えていったんですね。ですのでやっぱり溶岩プレートはすごくですので、とりあえず溶岩プレートとコルクボード2つを使っていこうかなと思っています。溶岩プレートは触った感じはちょっと熱い感じ、かなり熱くなっていたので、もしかしたらトカゲにとって熱すぎるかもしれないので、半分コルクボード半分溶岩プレートっていった感じで使っていこうと思います。以上です。以上。